入れ。悪いがスタッフは皆先に帰らせた。どうせみんな君にやられたんだろうが。まず聞いておきたいのは、あ、どっちの君なんだ。母親の遺灰を撒くために帰ってきた息子か、それとも山のてっぺんにたどり着いた殺人鬼なのか。今目の前にいるのが前者なら、そうだな、座って一緒に食事を楽しもうという。でもそれはすでに試したな。覚えてるか、君の席はここで、ポールは下で君の連れに電流を流していた。私はここに立って、一体何と言ったっけ。そう、ああ、ここで待ってろ。クラブラングンを食べてどこも行くな。すぐ戻る。もし君が私に言われた通りここで待ってくれてたら、我々はすぐ戻ってきて一緒に遺灰を撒きに行っただろう。つまり君は後者の男だ。言いつけに背いて他の猿どもと一緒になってクソを投げ始めた男でもいい。やり直しはどうだ。ん、選択肢は二つある。一つ、私を撃ち殺す、つまらん。それか、つまって食事をし、母さんの遺灰を撒きに行く。一緒に。で、どっちを殺した。ん、アミータ、サバル、どっちでもいい。もう知ってるが直接聞きたい。なんだと。すごいな、躊躇なしか。で、結果君は自分の国を手放したんだよ。もともとキラットは君のものだ。君に譲るつもりであのバスから降ろしたんだ。まあ手遅れではない。片方始末して、あと一人、無理強いはしないが、いずれにせよ仕事はやり遂げるタイプだろう。まあ先延ばしはなしにしよう。行くぞ。あ、母さんを忘れるな。その骨壺はまさに過去の君の象徴と言えるものだ、AJ。 つまりキラット前の AJ だ。その灰を撒いてしまえば、以前の生活と今の君をつなぐものはなくなる。どうなると思う？私を参考にしてもらってもいいんだが、モハンがラクシマナを殺した時の。ああ、知らなかったんだな。そう、君の父さんは君の異父妹を殺し、母さんは仕返しに父さんを殺した。それから私が彼女を継いだ。随分たくさん殺したよ。だが気づいた。ラクシュマナの死を言い訳に好き放題やっただけだと。君がその遺灰を言い訳に好き放題やったのと同じかな。最高に楽しかった。さあ、ついに到着だ。
実は私も一度しか入ったことがない。まともだった私も出てきたら、こうだった。君は出てきたら王だ。さあ入れ。本来の目的を果たせ。パガは死んだ。やったな。これで終わりだ。信じられないな。ラクシュマナは見つかったのか。ああ、見つかったよ、サバル。これで母さんもゆっくり眠れる。ありがとう。キラットは自由だ。お前のおかげでモハンもゆっくり眠れるな。帰ってこいよ。キラットを元の姿に戻すために優秀な右腕が必要だ。